そしてキリスト教伝来、薩摩国ボーツ。ああ、主なる神を今日まで旅路を導いてくださいましたことを感謝いたします。そして私は道であると説かれた主よ、私たちに行くべき道を示してください。イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエル。マラッカで布教中に出会った日本人ヤジローから日本の存在を知り、渡航を熱望していた。この年ヤジローをほか数名の宣教師を引き連れ、初めて日本に上陸したのである。この国の人々に救いを説かなければ。ザビエルは鹿児島に上陸後、2年余りの滞在期間中に日本各地を巡って多くの大名や民衆に教えを説いた。これ以降、徐々にではあるが、キリスト教が日本に普及していくのである。キリスト教もこの時期にやってきたというわけですね。敵を打ち砕いたぞ。で、まあいろいろ出てるようなんですが、まあ適当に入れておきましょう。で、結構金余ってて、多分収支、収支がいいね。なので、まあ兵増やすやつ、コニダかな、まずは。わかりました。これないと話にならないね。で、あと、まあ馬術無理か。馬術砲術系は行ってもいいかなと思ったけど。たぞ。おお、行ってる行ってる、完璧すぎ。よいしょよいしょ、イエスイエスですね。いいですね、完璧。ということで別所家を滅ぼしましたと。お断りいたす。お断りいたすじゃないんですね。礼を申し上げる。よいしょ。で、まあ目標達成したのは非常によくて、ここに別所入れてあげましょう。で、まあまあまあいっぱいいるんですけど、一旦返してあげて OK ね。ここの代官をまあ入れてあげれば、別の組頭のやつがまた育てられるんで、一石何鳥にもなると。ありがたき幸せ。 OK。じゃあ軍団編成で、三好くんはここもお願いいたしますと。まあうちが特に何かするわけでもないんでね、やんなくちゃいけないのは将軍だったりとか将軍だったりとか将軍だったりとかするわけですよ。まあ攻める場所は将軍でしょうね。こんなの米がねえつってのが辛いな。あ、コニダ配備強いね。で、一応福留さんを狙いつつ、これあれか、どうだ、従属しない赤松、しねえのか。まああと何するべきかっていう話だけど、将軍北畠もね、北畠高いんですよな、威信が。ああ、代官入れないといけないのか。ようやく何をしないといけないかが、領内問題解決中。なるほど、適当なの入れてあげましょう。強烈至極に存ずる。ロイさん、細川晴元も入れてやろう。身分だけはいいやつだ。諸将の動きをと。受けたまわりました。城を増やすようにと言われてますが、まあここ取りたいね。北畠狙うに行くか。てか、まあ北畠狙わないとダメだろう、こんな。まあまあ今は無理だけど、兵糧回復させたら。今川と同盟だろう、だって。まああと3ヶ月あるけど、
婚姻結びたいね。もう攻めようとしてるな、完全に。実給がよろしいですか。六角と停戦明けもいいですね。完璧な流れで来てくれてるのはいいことだ。連兵所は強いけど、まあもう一個ぐらい立てとくか。賜り申し。よし、堺に火事損を。いいですね。そして二条御所、まあ倒すべきなのは多分でもね将軍だと思うわ俺。届かねえ、結局将軍しか出ねえし。彩花が米がなさすぎるんだよな。よいしょ、元服いいですね。2人、湯川さんと正勝と。三好家も結構人が増えてきましたな。良いことです。で米増やそう。兵糧収入が足りないのは問題だ。でいい加減に6200で狙うかこっちかでしょう。マジで朽木行くのが正解な気がする。将軍動き止められるのがマジでうざすぎるんで、うん、よいしょよいしょ。岩礁寺か、天命か、天命か。お、いいね。よし、めっちゃいるんで、めっちゃいるからこそ、うわ、わっけーこいつら。まあ、でも一番若い受刑にはもらっときます。そなたらは我が盟友となった。オッケー。でこれでもうあれだよね、下がることがなくなったっていう感じだし、今川との同盟はでかいと思うよこれ相当。やり遂げてみせましょう。まあ出陣する。軍出してるね、がっつりと。陣を構えよ。まあいいことですな、これ自体は。よろしいですか。一色さんも来てくれる。うんうん。地獄の鬼と戦をしようぞ。え、地獄の鬼と戦しちゃったの。そして野戦となる、陣を構えよ。狙ってますね。ああ、これ援軍が出てんな、裏紙から。てか毛利めっちゃ強くなってる。予想30倍も強くなってるぞ毛利が。で8000、ああいいですね。分散案でいきます。いや、わしに従う。最短でいこう。大友がうざいですね。まあ防衛要請でいいかな。お工場防衛をしてくださいと。ふむ、で赤い、よかろう、許す。いいですね、ちゃんと防衛が3家から出る。まとまったな。これは完璧かもしれん。皆の者、この守りがあるの強いな本当に。で合戦できるよって言ってくれてるんだけど、9600、こんなん戦ってられねえな。戦ぞ。敵を打ち砕いたぞ。こんなん戦ってられねえよな。まあまあでもなんか戦が始まる、備えよ。敵で打ち破ったり。罹患の刑とか言ってるけど、まあサクッと終わってくれよ。陣を構えよ、戦の始まり。よいしょ、打ち取った、偉いね。
我らの助力は必要なさそうだ。ああ、なくなった。必要だ。優秀ですな。よいしょ、小寺正則。まあ返すか。まあまあまあ。よいしょ。で、お香辛な雰囲気があるって言ってるけど、まあ引いてますね。まあ問題なくいけてると思ってもいいんじゃないかな。我が軍に押し寄せてきております。まあそれは困ったところだが、これあれでしょう、婚姻があるからっていう話だよね。355、まあ十分っちゃ十分。同盟、次の同盟先が見つからん。まあ普通に武田でいいか。うん、武田でいい気がする。まあでもまだ先でいいな。普通に今川の仲良くがなってからでいいと思う。5000で来るとか言ってるけど、もはや関係ないしな。1500。城が攻められておるだと。城が攻められておるだと。ああでもまあ来そうですね。ちゃんと大友家は黙らしたいけど、今川さんさ、こいつ黙らせられん。ああ黙らせられますね。よいしょ、オッケーオッケー。おお、従属九州出てんじゃん。どこだ、赤い。お耳を拝借したく。これはいい、これはでかい。声を上げよう、戦ぞ。ぶっ潰そう。打ち果たしたぞ。よしよし、完璧だ。でやっぱ毛利だな。いやー毛利か。今武田やってっけど毛利なんじゃないかこれ。いや毛利微妙いい、ね、毛利、まあ毛利はいいや。この際よろしいでしょうか。よいしょ、うちの作成をやりました。まあいろいろなところを考えると普通に有利に取れるのが結構立ってくれてますね。と、二打が欲しいな。あれか、岸和田とか立ってるんだから普通に入愛知とか立てようか。でどう、ここって6石出るね。出そうか。将軍家をどうにかしたいところではあるから。武田城行くのか。まあいいけど、好きにしてくれれば。やりました。よし、赤池が入りましたと。受刑に赤い、そしてお前も赤いを入れとこう。強いね赤池。で、まあ側近がいるんで普通に優秀なんで入れといてあげましょう。感謝いたす。どうしようかな。まだこっち受刑に隊の下にも人を入れといてあげたい。よいしょ。でどうしよっか。軍団編成、多分でも届かないと思うんだよね君。届くの、あそこだけ届く。じゃあそこだけあげよう。これでいきます。でまあ普通にうちで行くべきだろうしね、この辺はある程度はうちだろう。城を攻めよう。はい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 。
オートモケットの手に入れるぞ。交渉切れと言ってるのが怖いけど、まあまあまあね、一種。ええよ、声を上げよう。行くぞ。よーし。お、一条金貞来たのか。まあ悪くはない、悪くはないけど、いらないですね。お、今川家が攻撃してくれるようになった。強いなぁ。ただまあ織田家と戦う必要もないんで、現状。わかり申しました。着陣したぞ。みな戦に備えよ。あ、合戦ができる。しかも足利義藤出てきてるんだったら、これ先に落ちるぞ、軍が来る前に。うまいこといけそうだな。布陣変更でお前とお前をひっくり返そう。対戦だ。我らならば必ずや勝てよ。定湯ここで待機です。要所頂戴戦。どう行くのか知らんけど。出るな出るな。鉄砲戦車。弾を食らわせてやろうぞ。敵を攻め立て。槍先を抜けよ。一番槍突っ込んだね。突っ込んだんなら。敵を叩くぞ。今こそ勝機です。敵においは。さあ。でこれ。ここやな。敵を攻め立て。強撃強撃。もうひどいぐらいガツンと入ってんじゃないこれ。今が動くべき。はいはいはい。鉄砲戦車6。ひどいですね。将軍をお遊びのように倒すと。なぜ逃げられるのか不思議だが、不思議だが逃げてしまったな。まあまあまあ166だったら頑張ったんじゃない。よし、全部隊撃破と。上守備の戦働きであったぞ。ということで勝利と。悪くない悪くない。よいしょ。我らのものぞ。敵が勝利召し捕らえたり。よし。そして実給の範囲外だと。ちょっと待て待て。です。ああ、いいね、縦部山も吸収できる。で、牧場建設ができるらしいので、まあ、牧場建設はしてあげて、地業、武田城ですね。って言っても入んないのか、今。どうしようか。実給隊一旦解散しないといけないかもしれんけど。なんかまあ、普通に2部隊ぐらい出るか。プラスアルファでなんかサクッと落ちそうだしな。やったぞ。着陣した。みな戦に備え。これでまあ2000人突破しておきますか。めんどくさいしね。六角定より定より打ち取れたら、だって次の戦で絶対出てくるもんだ定より。まあいいか。はい、ということで退路封鎖でございますと。高らかに勝ちどきを上げるのだ。ということで勝利と、まあ、なかなかいい勝利してくれたんじゃないかな。
じゃあもうサクッと終わってほしいですね。一つよろしいか。戦となる。布陣を始める。よいしょ、やれやれ。嬉しきことよ。馬牧場とかマジでどうでもいいから落ちてくれ、さっさと。よし、完璧。ということで足利家滅亡いたしましたと。細川藤高もゲット。ただ吉藤ダメか、逃がすしかねえな。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。